西印社の都門西印社のギャラリー西霊印社の一西印社は中国石江省の広州市郊外聖湖に浮かぶ島古山の麓にある天国を中心とする学術団体及び関連企業庭園の名称である西の名は対岸との間に架かる橋西橋のたもとに本社があることによる例と間違われやすいが未遂ではなく三水であるコイン 天国の研究を中心にして、書が、金石学の研究、文物収蔵、出版、展示を行ってきた。創立から一世紀、その性格、組織の変化、日中戦争、中華人民共和国成立、文化大革命による中断はあったが、中国における天国芸術の中心であり続けている。日本の天国家や書道家との関係も深い。 新大末期の交渉30年、古参のふもとで、金石学部及び印について、研究を行っていた、低人氏、王、陽明、クレインら4人の石膏省出身の天国家たちが、天国信仰と伝統継承を目的として、敷地を買収し、仮の本部を置いたのが始まりである。この仮本部は、中華民国となって、 すぐの民国2年に開かれた成立大会により正式に結社され、西院社と命名された。この際多くの同志が募られ、その中から初代社長として有名な天国家であった五小籍が衰退された。社員は、江南を中心とする各地の天国家、収集家、学者などが含まれている。なおこの際には、国内だけでなく、日本からの参加もあり、川色。 長尾山の二人が参加している。春秋の集会では、社所像の文物コインだけでなく、社員所像の金石書画コインなども持ち寄って、鑑賞会、研究会が行われた。1921年に、五漢時代の石碑、三郎伊美名あざき日記が、海外流出しそうになった。その時募金を行って購入し、1922年に、関三浪石室を作って安置したことは、 美談とされた。1923年創立20周年の諸賀文物の大展覧会を開催した。また1933年には30周年の展覧会を開催している。しかし、民国26年、日中戦争に伴う日本軍の上陸と公衆占領により西院社は活動休止を余儀なくされる。太平洋戦争が終結した後、 1946から47年に修理を実施し、1947年には創立40周年記念行事を行ったが、1949年に中華人民共和国が成立すると西印社本社は甲州市に没収され活動ができなくなってしまった。それでも1957年頃から最高計画が進み、1963年には 創立60周年の催しを実施した。ところが1966年から始まった文化大革命の標的となり多くの文化財が破壊され完全に中断した。1973年頃から施設の多少の修理が行われたが、1976年文化大革命が終了した後、天国書道芸術関係の出版社として再興した。革命小石インプの刊行。 現代の中国絵画を紹介する西芸奏の創刊1979年によって活動を再開した1988年には日本で初の西印社店が開かれている天国中心の学術団体としての活動を続けながら貴重な天国芸術や書画の数々を保有公開している関連企業を設立していて西飲社有限講師の名で印象の重々販売 天国用品を中心とする書道用具の販売。西印社出版社の名で天国を中心とした書道関連書籍の出版、販売を行っており、オークション会社、西印社博売有限講師もある。日本法人として株式会社西印社を持つほか、2002年には北京にも事務所を開くなど、その活動は衰えていない。西印社の創立メンバーの一人、クレインが1九百三年頃に、 上海で創立し経営した企業、出版社、書店、書道用品販売、書画店国受注などを行った、西飲社とは別の企業であるが同盟なので、混同しやすい。クレインの成長後は、ご新兵が継承した、中華民国時代の西飲社の出版物のほとんどは、この企業の出版物である。この企業の活動には、広州の西飲社社員が協力している。 中華人民共和国成立後は、上海印励省となった。古参はもともと、聖古の継承地として愛好されてきた地であるが、南独に位置する西印社本社は、広い敷地の中に建物が点在し、中国江南の優れた庭園の一つとされている。建物は、結社後に建てられたものがほとんどであるが、一部既存の建物を流用したところもある。多くの建物が一般公開されている。 以下、主な建物を挙げる。同社の正門。築地塀に円形の穴を開けたような変わった衣装で、同社のトレードマークでもある。なお以前は北門が正門であった。正門前にある建物。壮大に建造され、高所2年に再建された建物を流用したもので、中は天国作品の展示室となっている。白道の東にある回廊。多くの石穀や諸作品が、 ガラス張りで展示されている。この他にも敷地内の建物には何箇所も、このように石穀が埋め込まれている場所がある。北西部にある建物、民国9年の地区、民国16年、五小石が、動乱状態の上海からここへ疎開した縁で、現在は、五小石記念館として使われている。同社を代表すると、民国13年建立された、北側の崖の上に立ち、 敷地内だけでなく西湖のどこからもその姿が望める、西印社のシンボルである、読売新聞社1988上海西、印社図書目録1929西印社志向2006吉川1990、ありがとうございます。